はい、どうも、哲学とです。今回はですね、まあ、最近シーズン26の、まあ、事前情報とか、まあ、攻略にあたって、こんなことに気をつけた方がいいよ、みたいなね、情報を発信する中で、結構ね、多くの視聴者さんから、まあ、シーズン26、まあ、いろいろ解説見させてもらいましたけど、結局、シーズン25のソウルシャードであったりとか、シーズン24のね、石リアルみたいなね、こう、高火力な、こう、火力バフが一切ないシーズンっていうことで、まあ、正直やる意味あるのかっていうね、まあ、率直なね、感想をいただいたんですけど、まあね、私も正直ね、やっぱり火力がないってことで、ちょっとがっかりする部分ってやっぱりあるんですよね。まあ、おそらくなんですけど、まあ、ブリザードの意図としてはね、まあ、GR に関しては150以上拡張しないと。で、まあ、その中で、まあ、楽しいゲーム体験を与えていくっていうところにあるので、まあ、少しね、火力的には下方修正。まあ、全体的な下方修正ですね。シーズン26に関しては、どの職でもね、GR150 達成者がいるような状態っていうのが、出来上がってて。で、私もこうやってね、雑談しながら150を回すみたいなことがね、できちゃってるシーズンではあるんですけど、まあ、果たしてね、こういうふうに、なんていうのかな、シーズン終盤まで走り切って、まあ、パラゴンも5000まで上がるようなね、そういうシーズンだけでいいのかっていうのは、当然やっぱりあるわけですよね。で、まあ、なんていうのかな、火力バフはないものの、非常に斬新なコンテンツとして、こだまする悪夢っていうね、まあ、自分が戦い続けられる限りは、無限にね、挑戦が続くっていう、新コンテンツも出てきてるので、まあそういうことを考えるとね、まあ人によっては、私もやろうと思ってるんですけど、まあナンティアまでね、一体、こだまする悪夢生き残れるのかとか、そういうチャレンジ要素として考えるってことも、まあできなくはないと。まあただね、やっぱり、相対的な火力は落ちちゃうんですよね。まあ今5000、パラゴンありますけど、なかなかね、こう、火力バフがない状態だったら、まあ5000のキャラクターでもこんなね、スピードで150回すことってできないんですよね。なので、やっぱりね、ブリザード側の思いと、ユーザー側の思いがちょっとずれちゃってるっていうのが、まあ、正直ね、この、シーズン26やる気があるのか、やる意味あるのかなっていうね、思いの裏にはあると思うんですよね。結局火力バフがないと、まあ正直ね、ノーシーズンで別にプレイしてもあまり変わらない、相対的な火力としては変わらないんでね、まあ正直やる気がね、起こらないっていう気持ちもわからないではないんですよね。で、私も別にこの動画でね、なんかシーズン26は絶対やるべきとかってそういうことを言いたいわけではないので、まあ人によってはね、シーズン26はちょっと他のね、ゲームをプレイして、まあシーズン27でまた魅力的なバフが上がってそうだったらプレイするっていうのも全然私はありだと思うんですけど、まあじゃあ私なりのシーズン26の楽しみ方っていうことで言っていくと、やっぱりね、こう、高火力、が正義というか、に、まあ、人気が集まったシーズンがね、ここ4シーズンぐらい続いてるんで、まあ、火力だけではない、まあ、今、セットごとのね、ランキングが実装されてる背景には、やっぱり、まあ、各セットで自分の最高記録に挑戦してもらいたいっていう思いがおそらくあると思うんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、GR150、行くようなところじゃなくても、まあ、正直ギリギリのリフトでね、なんていうかクリアできるかできないかを争うときにっていうのは、たとえ GR50 でもね、100にギリギリ挑戦してるときと同じようなね、緊張感って味わえるんで、まあそういう意味で、なんだろうな、私のチャンネルとしてはね、まあ普段ちょっと視聴者さんからこのビルドをもうちょっと詳しい動画出してほしいって言われてた、そういったね、リクエストにお答えしていくような、まあビルド解説の動画ですね。まあどうしても各キャラクターのビルド解説ってちょいちょい出してはいるんですけども、やっぱり歯抜けになっちゃってるような形なので、とあとまあ情報が正直ね、シーズン21とかのね、
ビルド解説になっちゃってるものもあるので、まあその後ね、いろいろレジェンダリーの効果なんかも変更されて、ちょっとね、組み方変わってるようなビルドなんかも何種類かありますので、まあそこら辺もね、なるべく多く取り上げて、まあ多くの視聴者さんにとってね、新しいビルドを知るきっかけにもなるし、なんていうかな、哲学とはこうやって組んでるんだ、みたいなね、参考になるような動画上げられたらいいかな、なんてことを、考えてます。まあね、正直、まあ、私もこうやって GR150 を周回するって、まあ一つの夢ではあったんだけど、じゃあこれ何シーズンもやりたいかっていうと、まあ正直もうお腹いっぱいなところもあるんですね。まあシーズン23は周回まではいかないまでも、150をね、結構、まあクリアできるところまでは育て上げて、で、シーズン26に関しても、まあリザレクテッドが始まる前までですけどもね、シリアルを使って150、まあ、毎回クリアするようなね、感じの状態にはできたので、で、今期まあ5000、200ですね。私今ノンシーズンがおそらく5220ぐらいなんで、まあ、ほぼ今までのプレイと同じだけの経験値を1シーズンで稼ぐことができたんで、まあ、正直高火力シーズンがもう1シーズン続くっていうのは、正直ちょっと疲れる部分もあるので、まあそんなね、ちょっとまったりしたシーズンにはなるかなと思いますね。で、じゃあまあ本題の、じゃあ、それでもシーズン26をやる理由っていうことで言うと、まあ、すでにパッチのね、動画で詳しくはお話ししましたけども、やっぱりシーズンジャーニーの取得ですよね。コスメティックフレームとか、あと、ロリポップゴーレムみたいなやつをもらえるんだよね。チュッパチャプスみたいなのを持ってる、ペットの、ゴーレムとかもあるんで、まあ、シーズンジャーニーだけ取って、あとはゆっくり遊ぶとか、そういうシーズンでも全然ね、やる会はあるかなと思います。で、あとこれはね、シーズン、まあ今までもシーズン制が導入されてて、メリットの一つではあるんですけども、やっぱりね、オンラインのプレイ人口がシーズンで遊んでる人の方が多いので、まあやっぱりパーティー組みやすいっていうのもね、シーズンの良さだし、まあ、こう報酬クエストなんか一緒に回してるとね、お友達になって新たなフレンドができたりすることもありますので、ぜひね、始めたばっかりっていう方はね、まあシーズン参加して報酬クエスト回してね、まあ日本人で気の合う人なんかいたらフレンドになってパーティー組んでみるのもいいんじゃないかなと思いますね。私も実際まあこういった配信をやってるっていうね、関係上配信を通じてねフレンド申請していただいた方も多くいらっしゃるんですけど、まあ中にはね私がこうノラで報酬クエスト回してて、まあ私が、まあ、フレンド申請したりとか、あるいは、フレンド申請していただいて、フレンドさんになったっていう方もいらっしゃって。で、まあ、もともと私はあんまりね、ボイスチャット繋いでパーティープレイするっていうのに慣れてなかったんで、まあ、最初ね、繋ぐときはむちゃくちゃドキドキしたりもしたんですけど、やっぱりね、こう、ディアブロ好き同士なんで、どこかで分かり合える人が多い。まあ、まあ中にはちょっとね、自分と合わないって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱりね、こう、かけがえのないディアブロフレンドに出会えるっていうのも、やっぱシーズンを通してやることのね、かけがえのない価値の一つかなと思いますので、まあね、バフはあんまりないんで、あれですけども、まあ、その分ね、普段やってないようなね、ビルドを試してみてほしいなと思いますね。まあ、そもそも GR150 ってっていうところ自体がですね、そんな周回の対象にするようなところではなくて、まあシーズン19あたりね、もちろん実装はされてたんだけど、まあいるのはチーターの人か、あるいはその一部のトッププレイヤーですね、まあその職を毎シーズンこうランキングトップ10に入ってくるような人たちが、まあかろうじて最終盤に、まあそのシーズンで上げられるパラゴンも上げてきて、なんとかギリギリクリアしていくっていうような感じなので、なんていうのかな。まあ、GR150 ってまあ、最終難易度なんで、そんなに簡単にクリアできちゃうのも、ちょっとね、寂しい部分もあるんですよね。なので、まあ、
正直ね、シーズン25だと、まあ、普通のプレイヤーだったら150クリアできるのは火の鳥が多いかなと思って、一部すごいね、パーティーでもちゃんと回してレベル上げもしてくるようなプレイヤーが、他の職でも150クリアしていくっていうような状態になってくると思うので、まああんまり150意識しないで、やる分には楽しめるかなと思いますし、まあね、シーズンジャーニーだけでもやっぱ取る意味は、ペット欲しい人とかはね、あると思いますんで、まあそこら辺も楽しんでいただけたらなと思いますね。まあ、なんだろう、気軽にやっていただいて、うん、合わなきゃちょっと他のゲーム行くっていうのも全然ありだと思いますので、というよりは私がね、配信してて一緒に回してくれる仲間が少なくなっちゃうから寂しいなっていう、下心もあるんではありますが、ちょっとお話ししてみました。まあね、なかなか火力バフないっていうとな、ショックは大きいんですよ。やっぱり家内の4枠が終わっちゃった時なんかも結構ショックは多くて、まあ火の鳥がね、デルフェアに代わってこうトップビルドに、出てきたっていうのは良かったんだけども、なかなかあのシーズンも実際じゃあ150簡単にクリアできるのかっていうと結構厳しいシーズンで、火の鳥でも、なんていうのかな、ちゃんとこうレベル上げと装備厳選していかないと、なかなかクリアは難しいっていうシーズンだったので、まあおそらくシーズン25もね、まあなかなか厳しいかなと思いますね。まあ特に今レベル2000ぐらいでね GR150 って、まあクリアできちゃうんですけども、まあおそらく3000ぐらいまで盛らないと厳しい。でなおかつその火力がやっぱり火力バフがないっていうことは、レベル上げにかかる時間も長くなるんでね、そんな中でやっぱ150クリア目指すっていうとなかなか大変なので、私がやるかどうかは今のところ未定ですけども、まあなんだろうな、なるべくいろんなビルドをね来シーズンはね、ご紹介できたらいいかなと思ってますので、ぜひね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もしていただけたら、嬉しいです。はい。まあこれシーズン25にとってはいますけども、まあね、やっぱり小玉じゃないわ、小玉でいいのかな、小玉する悪夢については、シーズン26でしかねプレイできないので、ぜひねそれを触るためだけでもね、ちょっとプレイしてみてほしいなと思ってます。16日はね朝から始めますので、もし、フレンド登録していただいている方でね、パーティー入ってもいいよって方はコメント欄でお声掛けいただければ、大歓迎ですので、まあ一緒にねプレイしていただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。哲学とでした。